夜の荻窪。さて、どこに行くやら。腹は減ってる。濃厚味噌つけ麺はどうだろう。反対側に行ってみるか。野方ホーム。鳴神に、どうしよう。ここを左に行くと五稜郭がある。トライズ商店である。店内に入ると昆布とホタテの香りがする。悩んでラーメン大盛り。塩ラーメン大盛り。香りがすごい。豚ロースにチャーシュー、そして豚バラチャーシュー。これは表面に焼きがあり、塊の時に切る前バーナーで焼いてますね。メンマは自家製。そして定番のお麩。具の種類は函館ラーメンの典型ですね。麺、北海道の小麦塩の函館ラーメン御用達、創業70年、出口製麺より取り寄せています。ホタテと昆布、だしのスープ、油の浮かないスープ。角の取れた塩味、魚介の地味深い味。東京の節系とはまた一味違う感じですね。うまい。そして地味深い。お肉はトロトロタイプではなく歯ごたえがある。麺はどっちかというと東京の人に馴染みのあるそういう麺。量的には多くはないです。量で勝負する店ではなく、上品に味わう店。動物系の出汁と数種の乾物、徳川家献上昆布の道南産真昆布、天然ホタテの独特の甘み、そういったものがシンプルに素材の味が舌を直撃します。昔函館で食べたラーメンを思い出しました。女性好みのラーメン。失敗したのは大盛りではなくてイカ飯をプラスすべきだったかなということです。ちょっと悔しいですね。